ございます。寝起き感がすごい。だって寝起きだもん。ダメですかね。こんなに輝きたいから負けない。マー君流れ星ありがとうございます。キューピーさんハートありがとう。マクソガゴシもさんハート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 とさんハートありがとうございます。てりちゃんハートありがとう。飲んじゃう、クー飲んじゃう。そう、シルブドこれよね、マックにしかないんですけど、なんとね今出てるんです。飲んじゃう、もう好きなのかな、シルブド。でも私がちっちゃい頃ぐらいからもうなくなっちゃったの、ペットボトル。トシさんありがとうございます。今日はどうしますか。ありがとうございます。石川さんとそうだよ、石川さんとだよ。おいちゃんの桜ありがとうございます。 Good morning Good morning everyone。 こんにちは、大臣さん。
さんの今日の予定は？今日も笑顔で元気にファイト。ファイティング。キバンキバン。今日から4連休。え？そうなの？え？え、普通に？普通にじゃないよ。巷では4連休とかじゃなくて。特別？そうなの？えぐいね。4連休何するの？4日間も。何して何して何して何するんですか？ハートありがとうございます。バイトしたりおとかつしたりしてる。私もやっぱなんかおとかつをもっとやっていきたいなと思ったんですけど、でもおとかつをするにはお金がかかるのでなかなかハードルは高いです。なんでもうおとかつっていうおとかつを、まあ、別にそこまでめっちゃしてきたわけじゃないんですけど、この間の時もうウマ娘がほんまにおとかつすぎて、やっぱもう会場にいらっしゃる皆さんがもう大好きだーっていうその気持ちがすごすぎて、なんか私も大好きって感じだった。好きなんですか？おたかつするためにバイトする感じ。そうだよね、おたかつをするためにお金を稼ぎ頑張ってるってことですよ。もっとあったありがとう。サンプータハッありがとう。ポッター桜ありがとうございます。もうお花見の季節だ。早いね。団子食べたい。お花見に団子ってあります？なんかさ、なんか映え映えな写真を撮る方々いらっしゃるじゃないですか。そういう花見とかのので
すごいなと思って。いや私ほんとね向いてないんですよ、そういうそういうの。すごいなって思う。おはようございます。ありがとう。2番おたかつ？いや2番おたかつっていうよりかは2番はあのエナジードリンク、薬みたいな。てんてん団子ありがとうございます。最初から俺にとってのみゆちゃんって、俺にとってのみゆちゃん薬なのまあでもそんな感じ、エネルギーチャージできるもの感じ。だからおたかつってわけじゃないかも。食べた食べてない、冷たい、食べないでも。あこれ食べようかな。おにぎりは。雨降りえて心閉ざして。
けど。柚子胡椒、ゆず胡椒香る鶏照り焼き、ローソンである。ローソンのマイルドエスプレッソラテが美味しい。普通のカフェラテより美味しい。それ食べたことあるけど肉あんまり入ってなかった気がするだー、おしめん。今のやつのいい点は、味付き海苔大好きなんです。で、今のは味付き海苔なんですよ。海苔はパリパリ派。あんまり深く考えたことなかったけど、パリパリ、久しぶりに食べたらパリパリの方が好きかもしれない。ポンちゃん、うまっ。フーがうまい。 I know, I mean.一緒にミッション Just do my work。 スーパー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 少年、強さのためにガルバ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 ル。韓国語のりいいな。りんにも欲しい。送って。スーパーネス。スーパーショーンゲース。
韓国語で好きなん、え、好き。でもあのうちの友達が海苔の工事をやってるというか海苔出してるんですよ。で友達の海苔の方が美味しい。バカ美味しいんよ。大江海苔って言うんですけど、ちょっとよく分かんないんですよ。いや社長ではないけど、友達は社長じゃないよ。なんかいつもお手伝いしに行ってるんですけど、淡路にあるやつ。ふうさんかわいい、ありがとうございます。じゃあ味が濃くて美味しい、あのお米に合う。米と一緒なくても食べるんですけど、普通に。全国で買えるかな。どうなんだろう。通販とかだったらあると思うけど。カードケースまだ入れるとこないです。もうなくなった。入れるとこ全部なくなった。はいはい。みんながいっぱい送ってくれるけ。90枚なんてあっという間。てつやたつや、流れ星ありがとうございます。ちゃんハートありがとう。ラーメンは好きなの？好きだよ。ラーメン好きだよ。送ってくれるな。ほんとハートありがとうございます。幕開けを越えて進んでいこう。トゥさんね、モンスターありがとうございます。キスさんポンタートありがとうございます。ちいちゃんもハートありがとう。気が向いたら韓国のに送って買って送るわ。だって気が向いたのか。ありがとう。
そう、なんかもうほぼ確定で5月は皆さんに会えるのが、まあ、前もにも言ったんですけど2回会えるイベントがございます。もうほぼ、うん、もう決まってるんですけど、まだボボアンとは出てないんですけど、多分あ、そう、前回ね、もうね、後でさあはははまあ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 もう確定で決まりました。イエーイ。はい、5月の、ここだけの話ですよ。ここだけの話。5月の4日広島、5月の10日東京って感じで。はい。ここだけの話ね。ルちゃんハートありがとうございます。楽しいんだね。時間ね、時間私もまだよく分かってないんだけどタイムスケジュールね、ちょっとそこはまだ私も分かってないけど、リ9時までバイです。すごいね、マジ。4月と5月は出ていくもの多くて行くの難しそう。そうなの。まあそうだよね、お金かかる時期だよね。大丈夫だよ、気持ちだけ。焼きそばさんハートありがとうございます。で5月にまた定期ライブをしようと思っていますので、今一応セトリもね考えようってなってちょっと考えたんですけど、もうね馬娘公園ではないけど、もういっぱい何だかんだ、いやいやいや、無理だけはしてもらいたくないんで、やっぱ沖縄からなんでね。
50年ぶりにミューナに会いに行くか来てくれ俺何歳や50年ぶり小さいハートありがとうございます。ウマ娘ストーリーではないけどね、全部がウマ娘じゃないけど、一応そうまだ仮ですけどね、昨日決めて昨日考えてたのはそんな感じ。仕事行ってきますわ、いってらっしゃいみくちゃん。いろいろもろもろ間に合えば5月、キュッピーさんお仕事行ってらっしゃい。あ、ビクちゃんに向かってのお仕事行ってらっしゃい。みんな優しいんだから頑張ってね。マカがご乗車、あたあたあた、まあ、ウマ娘の曲が多いかなって感じ。違う曲ももちろんする。ちょっとね、まだ優子あの決まってないのであれなんですけど、まこくまさんありがとうございます。ちゅうだんごさん、桜ありがとうございます。じゃあ今日の運勢レースをしておいていと思います。今日はちょっと早めなんですけど、30分。バカライブ TV、 今日の8時だって。見れねえやん。どこへ行っても色があふれてるね、なるべく見逃さないようにしたいな。娘のアプリ1週間でやめた。エグすぎ何にしようかな。
昨日育成したいやつにしようと思うけど、でも昨日ね全然ね成功せんかったんや。育成このテーマのグローは中距離だけど、でもう一個テーマのプラこれだ、全然できんかった。こうだ中距離だね。日本ダービーにします。ランクは UF9 です。まあ、そ同じなんか同じようなのにしてください。同じようなランクにして9530 6530 7535。3月29日に福ちゃんの日です。おー誕生日だね。誕生日おめでとう、おめでとう。来たクリスです。来たゆうなさんはじめまして、こんにちは。兵庫県淡島出身、広島在住の門脇美奈です。こんにちは。いいなクリスマス。やばい間違えたよ。トシさん、チリちゃん、ハヤシくん、ポンタ、あ、ペングウィンさんだ。間違えた、コメントにルーム、ああえもう一回知らせてくれてるとかじゃなくて普通に間違えた。ははやばいやばいやばい。お仕事出社いってらっしゃい、頑張ってね。ダイダイさん、ゲゲゲゲゲゲイさん、ありがとうございます。それではこちらも出走していきたいと思います。いきます。なあ不調だ。頑張れ。先頭集団を見ていきましょう。先頭はメジロファーマー、単身で飛ばしていきます。1コーナーから進
え、こんなアングルあったっけ。かっこいい。頑張れ。はにゃ全然独着だったけど、おお、ジリちゃんじゃん、やったね、ジリちゃん、トシさん、キキキキキーさん、ハンシ君、ペングインさんですね。ピアンピアン、私6着、あ、まあ、昨日よりかはまだマシか、昨日8着だったかな。まあまあ、今日の運勢はまあまあということで、はい、ということで、私の配信はこれにて終わりたいと思います。6着なりに今日も一日頑張っていきたいと思います。はい、それでは13位土の子さん、12位キョンピーさん、11位焼きそばさん、10位ご飯粒さん、9位天つかでさん、ん、違うね全然違うよ。9位マックス鹿児島さん、8位醤油団子さん、7位てん、6位モーさん、モーさんだって誰今ね、モーさんじゃなかったよ、だってフッさんなのに、なのにフッさんとモーさんが合わさってモッさんって言ったからね今意味わかんない。6位フッさん、5位ちーちゃん、4位モーさん、そして第3位がポンタン。配信ありがとう、楽しみが、楽しみたくさんだね、今日も頑張ってこうね。今日は今日はまず、ジャムの練習をしていきたいと思います。イエイ。で第2位がふうさん、ありがとうございます。そして今日の第1位がとうしーさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。合体、そう、融合してた、フュージョン、フュージョンはい、ということで今日もありがとうございました。はい、今日はね、そう、ジャムの練習をしてきます。昼間頑張ります。はい、なのでそのために毎回寝ますはい、では皆さんまた明日の朝配信でお会いしましょう。おやすみー。またねー。お湯からね、ありがとう、待ってるね。バイバイ。おやすみー。